この先は魔物が多くてね、里の者には普段立ち入りを禁じているんだ。門を構えているのはそのためか。ああ、気をつけて進もう。上に見えるのが時の祭殿ね。そうだ、崖を迂回して進んでいくよ。これはパバートが言っていた共鳴する鉱物のようだな。この遺跡は時の祭殿に連なる参道だったようだ。今は魔物の住処だが、昔は多くの人が行き交っていたんでしょうね。
の魔物からか。手に入るとはな。どれも古い様式ね。詳しいのかジル。それなりにね。これでも北部の出なのよ。なるほど。
バイアさん。あの洞窟が高台まで続いている。さあ、もう一息だ。登り切ってしまおう。ここからが本番ね。ああ、気を引き締めていくぞ。見えてきたぞ。時の祭殿だ。そしてあれがフリーズか。ああ、祭殿を覆う光もその影響によるものだ。ジル、ごめんなさい、何でもないわ。行きましょう。それにしてもなぜこんな場所に。ドレイクアイに向けてフリーズを放つには高い場所の方が狙いやすかったんだろう。
多く救っていてね。人が寄りつかないからって我が物顔さ。何の包丁だろうさ。無事に倒せたようね。この先にはもっと危険な奴もいるんだ。まだまだ油断はできないぞ。
リバイアさん。あそこか。祭殿の入り口だ。だが警戒を緩めないでくれ。この手のやつとはつくづく縁がある。なんだ、顔見知りか。そんなところだ。片付けるぞ。
それにしても本当に全てが止まっているんだな。これも時間凍結魔法フリーズのなせる技だ。行こうか。あの青い壁がフリーズの境界だ。そこからが時間の止まった空間か。シュラ、待って。時間を止めるほどの魔法、私たちに影響が出ることはないのかしら。ここのエーテル、なんだか気になって。ああ、そのことなら心配はいらない。フリーズが発動した時に近くにあったものだけが止まっている。まあそのせいで魔物の類も入り込んでいるんだがな。ただの魔物なら問題ない。それは心強い。それにしてもこれは。フリーズを放たれていることに気づいたリヴァイアさんがこの祭殿に向かって魔法を打ち込んできたらしい。その状態で止まっているのか。
王だ。連れられて似たような場所へ行ったことがあるの。詳しいな。Huh.
要は階段を登った先だ。行きましょう、クライブ。